はい、皆さんこんにちは。うずうず就活チャンネルのうずうず専務です。今日はですね、エンジニアに聞いてみたという企画で、求職者の方が気になってよく相談をされている質問を情報戦略テクノロジーの藤原さんに、お伺いします。今日僕が聞いている内容以外で聞きたいことがあったらコメント欄にご質問いただければ、後から質問させていただくので、ぜひぜひコメントお待ちしております。アプリ開発エンジニアってやっていて一番嫌だったことなんですか？僕がきつかったっていうよりも、人によってはやっぱきついっていうふうに言うのが、新しいことをなんか身につけ続けなきゃいけないのをなんかきついというふうに言う人はいますね。確かになんか 1,2 年ぐらいやって辞めたいっていう方はその理由結構多いですね。あ、そうなんですね。新しいことずっとやらないといけないから、向いてないと思いますっていう、じゃあ逆にやっててよかったなと思う。やっててよかったなっていうのは、さっきの裏返しにはなっちゃうんですけれども、まあ、個人的にはやっぱりいろんなものをなんか触れたりとか新しいものを吸収するのがすごい好きなんで、やってて飽きないっていうのはまず最先端のことを やり続けるし、そうですね、またなんか変わるから。あとはやっぱり実際自分が作るものが世の中のサービスとして出たりするので、それこそ身の回りの友達とか家族とかが実際に使うっていうケースも時にあったりするんです、ね、あ、そういうこともあったんですか？全然ありました。俺が作ったやつだよっていう。そうです、そうです。それを言っていい時と言っちゃいけない時もあったりするんですけど、ちゃんと自分が作ったものが世の中でちゃんと使われてるんだっていう実感を感じられるっていうのは、なんかいいことだなとは思います。ものづくりのなんか醍醐味みたいなのですね。そうですね。あと給料上がり方、入社してからアプリ開発エンジニアは4年ぐらいでどういう給与カーブを辿っていくのかっていうのは多分気になるところなんで、平均のペースだとどのぐらいなんですか？平均だと1.5 倍とか、平均の人でも平均の評価ぐらいでも 3,4 年で 1.5 倍になる。そうです、350の 1.5 だから500とかのぐらいは全然いく感じですね。いや、いいっす、夢がありますね。あ、ちなみにこれも気になるのはあるんですけど、はい、残業が多いっていう結構印象を持ってる方も多いですね。 IT エンジニア、はい、残業で実際どんぐらいあるんですか？うちの会社はほとんどないんですよね。あ、ほとんどないんですか？ほとんどないんですよ。エンジニアとして仕事していく中での残業時間は毎月1桁とかそのぐらいで1桁で、その残業もちょっとキリ良くないからここだけやって帰るっていうような、そんな感じの残業を作ったんですね。ちなみにこれってもう会社によって全然違うんだなと思ったんですけど、その残業が多いアプリ開発のエンジニアの会社と残業が少ない会社って何が違うんですか？一つあるとしたら、運用がメインになってるかどうかはちょっと影響するかもしれないなと思っていて、開発した後の運用の部分をやってるかどうかがメインなのか、燃え上がってるプロジェクトが多いか、炎上案件って。そうですね。でその運用が多いっていうところに関してなんですけど、トラブルが頻繁に起きるものだとやっぱりそこの対応をとしていかなきゃいけないっていうのとか、あとはまあさっきのこうプロジェクト自体がそもそもかなりこうカツカツの状態ってなったら期限は決まっちゃってるので、そこに間に合わせるってなったら1日たくさん働くしかも方法がないんですよね。確かにないですね。 あとエンジニアの場合って、こう営業だと評価制度まあまあ明確じゃないですか、はいはい、こう目標の売り上げがあって、エンジニア その目標とか評価制度ってどうなんですか？割と不透明なことの方が多いですね。そもそも、何をもってこう評価するかがちゃんとこう決まってないっていうこともあったりするんですね。しづらいっていうのもあるんですかね？しづらいのもありますね。まあ、その人が何を作ったかっていうのはもちろんこう評価しようともできるんですけど、他のメンバーもこう関わりながら作るってことがあったりするので、だからそこら辺は結構多分市場全体で見てもブラックボックスになりやすいところなんですけど、 うちの会社は A4 で30ページぐらいの評価制度、結構こう細かいところまでしっかり定義をして評価の運用をしてるので、細かくなんか加点ポイントみたいなのが設定されてるんですか？ですね、なのでそういった意味ではこうかなり透明度が高いもので、エンジニア採用するには評価制度の透明度をしっかり上げないとっていうのがなんかありましたね。報酬が高いとしたことないんですけど、なぜ高いのかとか、どうすれば高くなるのかっていうその評価基準が明確にないとエンジニアが定着しないっていう、なんかこの2つが重要だっていう、あとそのアプリ開発エンジニアって単純な印象なんですけど、理系が多いみたいな印象持ってるんですけど、実際どうですか？ちょっと昔前は多分理系の方が多かったと思うんですけど、最近は全然ですね。それこそ僕たちの会社も新卒入社で文系の比率で言うと文系が多分 70% ぐらい。文系の方が多いんですか？そうですよ。僕もまあエンジニアとして入社してますけど文系でしたし。あ、そうなんですか。そうですよ。これもまた固定概念で男ばっかりっていう、男女比ってどんなもんですか？業界的にも確か男性の方が多くて、業界平均が男性 80%、女性 20%、時代とともに変わってくるのかなと思うんですけど、
徐々に関係なくなっては来てるんじゃないかな。確かにそうですね。あとその、まあ、男女っていうところで言うと、出産だとか、そういったまあライフイベントとかを考えたときに、ちょっと最近だったりとか、在宅しやすい仕事でもあったりするのと、それも聞きたかったです。IT エンジニアって在宅できるんですかっていう、できるんですよねって期待をされて、こう怒られるんですけど、全部そうじゃないって話はしてるんですけど、比較的、はい、あのしやすい仕事だとは思いますね。っていうのも、ある程度やることが、決まれば、あとはそれをこうやっていくって形になるので、お客さんと話すときも、別にあのオンラインでいくらでもやれちゃったりもするので、まあ、ただ、経験浅いときにリモートワークは正直かなりしんどいと思います。どうすればいいんだろう状態をやっぱ一人で抱えてなんか辛いっていう状態にやっぱなりやすいかなと思うんで、最初からそれを期待しない方がご自身のためでもあるかなと思います。いやいや、まあそうですよね。なるほど、わかりました。今日はですね、情報戦略テクノロジーという会社でですね、人事をされている藤原さんにアプリ開発エンジニアとはどんな働き方なのかっていうのをお伺いしました。今藤原さんは人事をされているっていうことで、情報戦略テクノロジー、まあ、未経験からアプリ開発エンジニアも採用されてますよね。そうですね、はい、採用されているので、今日の話を聞いて、あ、いい会社だなと、まあ、藤原さんに一回会ってみたいなという方はですね、概要欄に応募のリンクを貼っておきますので、そちらから応募いただけたらなと思います。うずうずはですね、うずうずカレッジという IT スクールを運営しております。学習動画とかも販売をしているので、 IT エンジニアをこれから目指していきたいという未経験の方はですね、ぜひぜひうずうずカレッジのサービスを利用していただけたらと思います。うずうず